メハンガーデンに買ってあった、ビダルのゾウセバスティアン・ビダルは、スペイン・バルセロナ出身の森林技術者、植物学者である。フィリピンに赴任し、フィリピンの植物の分類学に貢献した、バルセロナで生まれた。1871年に当時スペイン領であった、フィリピンに、森林技術者として赴任し1873年まで、フィリピンで働いた。 1876年にコミシオン・デラ・フローラ、ホレストル・デ・フィロペナズの主任として、フィリピンに渡り、1878年から没する1889年まで、マニラ植物園の園長を務め、フィリピン各地の植物、多くの標本を集めた。そのマニラで保存されていた重要な標本は1897年の火災で失われたが、ヨーロッパに運ばれた標本は、 イギリスの旧ーガーデンやマドリードオリ立植物園に保存されている。フィリピンの植物の本格的な分類学的な研究を行ったパイオニアで当時、イギリスの旧ーガーデンの職員であったロバート・アレンド・ドルフェを含む植物学者と協力して分類、記載を行った。マドリードオリ立植物園の標本は、ビダルの没後ベンハミン・ラグーナによって研究された。気の植物、 アゾリナビーダリーやスイカズラ科の植物、ロニサラビーダリーなど多くの植物に懸命されている。エスビダルは植物の学名で命名者を示す場合にセバスティアンビダルを示すのに使われる。ありがとうございます。